保坂健次郎です。どうぞよろしくお願いいたします。えっと今回あのトークをあのしませんかというふうにあの A.C.K の方からまあ、言っていただいて、まあ、トーク含めて。 あの内容とか作家さん含っていうふうにおっしゃっていただいたんですね。でそれで僕の方から提案させていただいたのがまずテーマとしてはペインンティングについいいて話したいということでしたでまあなんでペインティングかっていうとまず一つにまあアートフェアというその場所をそのまああの基盤としてまあ最近改めてそのペインティングというものをまあ見たり知ったりする機会が多いということが一つありますしま,あまず何よりもそのペインティングっていうのがまあ まあいろんなその説はありますけれどもアートの起源のまあ一つとして常に語られるところでありそしてまあ今なお新しいその展開というものをこう前にして、まあ、僕はミルガーなんですけれどもミルガーをこう魅了しているじゃあその理由とは一体何なのかとかじゃあペインターはその今の状況に対してどういうことを感じているんだろうかそ,のまあそんなことを聞いてみたくてあのペインティングにしたいですというふうにお伝えしました。でそので予定されている 出品作家のリストをもらってダーッと見ていく中で、まあ、その今井さんと三上さんの名前を挙げたんですけれどもその理由の一つがもう本当に正直言うと。 ちょっとよくわからないというととところだっったんですねちょっとよくわからないというのはあくまでも僕としてちょっとよくわからないというところであって、まあ、一つはあの二人ともまあ少しどこか懐かしい感じをするその決してそのものすごい新しさを感じるというよりはまあ少し伝統を感じさせるそのまあ作風であるということ。でもう一つが 2人とも基本的には中小側と言われる範疇に当たるとは思うんですけれどもでもその中小側と言われるものが一般に持っているようなある種の規範性というものからどっか逸脱して見えるということ単純に言うと何かこうバランス感覚がおかしいとかおかしいというとちょっと語弊あるかもしれませんけども余白の取り方がちょっと特に三上さんがそうなんですが余白の取り方がちょっとなんか。 いい意味でずれてるる感じがするとかなんかそういう意味でこう僕が普段その価値基準としている美術史から見ているとちょっとなんか違う感覚を覚えるでもその伝統的なところもまあ多分に持っているそんな2人と話をしてみたいというふうに思った。 わけですであの皆さんご存知かと思うんですけども,、まあ、お二人ともお二人とも大変活躍されているんですが、まあ、今井さんはこの前まで丸亀の猪熊源一郎現代美術館で、えー、大きな個展を開催されていましたで三亀さんは来月ですかの17日から、まあ、今回もその出展しているその豊か菊武ギャラリー YKK の方でまあ個展を展示されるということでまあ 作品を見た機会があったりこれから見る機会があるお二人ということで、まあ、ちょうどよかったんじゃないかなというふうには思っておりますではちょっと今井さんの方からその丸亀での展覧会を含めてちょっと自己紹介を兼ねてあのお話しいただければと思いますはいええー、と 表現の中心としてものを作っていましてえ何だろう,こう分かりやすく分かりやすくっていうとか言うとまあしましまがぐにゃぐにゃしたような絵を描いてるんですけどもまあその発端となったのがまあこの作品ですねえっとまあそれまではちょっとポルノのイメージを使いながら作品を作っていたんですけども なんかどうしてもこう図を描くために字を描くみたいな状態が起きるっていうことにもやもやをして何を描いていいかがよく分からなくなってきていた時にまあスカートを履いている女性の姿を見てうわなんかすげえなともうこれを描かなきゃいけないと思うと思って描き始めて今こういう絵に至っています。簡単 にはこうううとこう波打ったような状態柄が波打ったような状態のものをどう描いていくかみたいなことを中心にやってるんですがまあ画面そのあるモチーフに対してどのように切り取って世界を捉えるのかとかで同じ柄から切り取り方が変わるだけで全然違うものが生まれてくるけどまあ自分にとってはどちらも。 ほぼ同じようなものであるとか何かそういうことに興味があってものを作っておりますはいこれが先日まで行われていた古典ですねまあ実際今回はすごく大きな布これ 21m ーーぐらいあるんですけどの布をはためかせてみたりとかまあこれが美術館のこうファサードにあることで まあなんか布が揺れてるなと思ってこう部屋に入っていくとそれが絵になっているっていうような状況をえ今回作ってみました。でまあこの10年間ぐらい過去10年間ぐらいの,この今のスタイルになってからのものを振り返りつつもこの作品をまあ時系列で並べるわけではなくてこう。 もう一度空間にこう構成し直すことでもう一つのなんか絵のようなものが描けないのかなという感じでこう展覧会を作っていった感じですね。はい、今最後に言われた一つの絵のようなものにできないかっていうのはその展覧会全体としてっていう意味合いですかそそうですねのののの空間とかのものの 並べ方であったりとかっていうのもやっぱ絵を描くような感覚で作れないのかなっていうのがずっと興味があるところですね。あのこの展覧が本当に素晴らしい展覧会だなとあのまああの言って思ったんですけれども、まあ導入部にまあさっきちらっと映ったその横長のあれなんて呼んでばなんて呼んでたんですかバナー？なん？ぬ僕は布って呼んでましたけど<布>。<laughs> あのー、谷口義雄さんのすごいリジットなその空間に対して空間というかファサードに対してその柄としてはリジット硬いしカラフルなその布ででもそれがそのはためいててその,谷口さんの建物とのの対比がすすごいいいいなという,ふうに思ったんで,すでその後ちょっと説明なかったんですけども谷口さんってその必ずあの美術館の入り口に吹き抜けの。 吹きのよけを作ってそこをこう周りで階段をあの作るっていうのがトヨタもあの長野も、まあ、大体みんな共通してるんですけどもそこにその旗を置いていて割と僕あれやられたなと思ってあそこをどううまく使うかがあの美術館って面白いところで大竹さんがそこでやった時にはでかいこの,あのボーリングのピンみたいなの立ててたんですけれども旗かと。 で旗っていうのがまあその多くの人が最もよく目にする目にするあの生涯の中でですね一種の図柄なわけじゃないですか絵と言ってもいいものなんですけどで非常にで一方でその非常に記号性も強く旗を燃やしたらその国によってはあのもう犯罪になるというようなあの非常にまあ複雑怪奇な物体を ここに持ってきたっていうのがそのペインターとしての教示というかまあどっかこう、まあ、喧嘩を売ってるとも <laughs> う言いたくなるぐらいのケンカを売ってるとの言い過ぎですね何かでもこう問題提起のようにも思えたんですなので、まあ、一方でその彼がその今の作風に至ったその理由の一つとして、まあ、女,性女性のかなそのスカートを見たっていうところでそこはなんかこう いい話じゃないいいですか <laughs> いい話なんですけどもそれに対してこの国旗,って国旗っていうか旗っていうのはまた全く違うその布地柄でそれをその入り口に持ってきたっていうのが、まあ、ひょっとするとそのス,カートをやスカートから展開してきた絵をやってるうちにあの何か思ったことなのかもしれないんですけどもこと聞いてううそう、えっとまあ、スカート,ってスカート スカートとして存在するにやっぱり中に人がいるわけですよねでもなんか旗って僕らがイメージする旗ってこうなびいてたりしてすごいボリューム感があるでさっきあの、ね、吹き抜けに飾ったものもある程度のボリュームを持った状態であるけどただの布1枚で向こう側には何もないっていう状態が僕は絵と本当同じだなと思ってずっと旗っていうものの僕の中ではそれが。 同じだなと思うので、あそこにはいわゆるペインティングを置くのではなくて、あの旗、まあ旗ですけど、<laughs> 旗なんですが初めて作ったんですけどこれ。なるほど。けど僕にとってすごく絵に近い存在であるって感じですかね。ちょっと本当は三上さんに、ま 回さななきゃいけないいいけけんでですすどもうちょっといいですか <laughs> 今「絵に近い」って聞いて黙ってられないなと思ったんですがというのも絵に近いかもしれないけど旗と絵の根本的な違いってあるわけじゃないですかそれは今思いつく一つとしては、まあ、旗って裏,表がない裏から見ても表から見ても、まあ、特にあの日本の国旗みたいにその左右対称とかの場合には裏から見ても図柄が一緒なので。 そのカラーリングがある場合には裏から見たらあのストライプの場合にはねあの順番変わっちゃいますけどもでも基本的には裏と思ってが、まあ、ないとも言えるものであるいはその裏から見てもあこれはイタリアの国旗なんだっていうふうに何か分かる。でそうういい不思議でではないですか でしかもその物体なのに三次元的な物体なのにその極めて二次元的なものとしても捉えているし、まあそ,の意味でまあ、その意味ではその絵画の持っているその物体であると同時にイメージだというところとは近いんですけども、まあ、裏と表がない状態だというのは旗はちょっと違うと思うしあと今聞いてて思ったのは旗はこうあのなびいていてもみんな頭の中でおかしいと思わないじゃないですか。おかしいいいとと思わないっていうのは、えっと 元の形がスクエアであることを頭の中では想像してるからスクエアのものがなびいてると思っていてなびいてるその形そのものとして認識しないというか、まあ、その旗の規範性と絵画の規範性っていうのは、まあ、似ているかもしれないけどもその裏表の話はちょっと違うなと思ったんですね。うん、そうそうですすねその通りだなと思いますけどけどっていうか、うん そうなんですすよよねねそうなんで,すよ、ね、で進めて僕進めてしまいまい、ね、今井さんの展覧会見てそれで面白かったのがあの絵を見てて極めてその,あのなんだろう手癖というかその筆跡を残していないタイプの平面的なものだからそのぺったりしたものと見えるかと思いきや、まあ、手前にそれの元となった。 まあ要するにこれはこの絵のこの辺りの部分がここだっていうふうにまあ一種説明的に布を置いてくれてるんですけどとりわけ今回こういう説明的な要素もあってかまあもはや平面に見えないんですよね。ていうか平面に見えないというか平面なんだけどもそこに明らかにその空間を感じることができてでもその空間っていうのはあのいわゆるこう物理的な空間というよりもそのなんか。 うまく言えないんですけど、まあその旗のその旗めきっていうのはその時間軸も持っているわけですが、その時間軸もどうか持ったような空間として見えてくるっていうのがちょっと不思議なところだったんです。やっぱそのペインティングでその空間をどう作るのかっていうのは極めて重要だと思うんですけども、それでいくと三上さんの作品もすごいいつも面白いなと思っていて、そのタッチと タッチの集積とその空間の在り方とか、そこにその線を一本引っ張ることで、その空間を打ち消すようでいて、まあ、そうでいないところとか。なんかそのあたりいつも不思議だなと思って見ているんですけども。自己紹介を <laughs> よろしくお願いします。すごい唐突にありがとうございます。私もちょっと今井さんの展覧会拝見してきて、あのさっきの表裏の話ってすごい聞きたい。トピックがあるんですけど、とりあえず自己紹介として三上れいなと申します。 油絵で、えっと、ほとんど、えっと、オイルオンキャンバスで制作していて先ほど小坂さんにおっしゃっていただいたような線の作品地平線を風景から見出すということを絵で試みたりだとかあとは色を見るそのなんだろうモチーフとしては赤い実を使っていて日向で見たり日陰で見たりした赤っていうものの,そのニュートラルな立場の赤そ,そもそも 赤い実おなじみだってなんで認識してるのかって見てんか拾ったんですよ。ほ<う> <laughs> 東山動植物園とかで <laughs> 名古屋の,名古屋の拾ってああでしばらくこう持って歩いててでこうだんだん日が暮れてきたりとか、まあとまた夕日が出たりとかする時にずっと赤い実に見えているっていうことが結構なんだろう怖いというか。 そのことを認識した時に、ま、絵の具って色を固定するというかその絵の具自体がま傾向とか変更とか使わない限りは固定した色で、まあ、どこまで映像的にならずに <laughs> 絵画の範囲で揺らぎを止めるかみたいなことに興味があるんですけどさっきおっしゃってた余白とかのところはそこの試みでやってて。 今えんかその線っていうモチーフ一つとってもこう線を引くでも線を追うでもその分の時間があって時間がなければ割と点に近い形になるとかまあその見るにも時間がかかるし書くにも時間がかかるっていうところをあまりこう時間を長回ししすぎちゃうと 映像の方がメディアとして適してくるイメージとしてそれを何だろう絵画の範囲でとどめるっていうこれ映像でやった方がいいよねって言われないギリギリのところを狙うみたいななるほど <laughs> 映像との対比軸の中で絵画を捉えてるってことですかど,どこか見方してるん,んそそうですかはやっぱり なんだろう考えながらまあそのどちらかというと映像対絵画って思っているというよりは瞬間対絵画とか <うん S 1> イメージがどこでどっからどこまでが一個のイメージなのか <うん S 1> だとかその辺りははためきの今井さん <laughs> はためき裏めきを持ってる今井さんどうでしょう時間時間ね。 いや絵画ってやっぱり絵画見る時ってどうしてもこう,こう描いてる作家のこう時間を追うっていう部分あるじゃないですかこっから光線を引いたんだなとかこれぐらいの勢いで引いたんだなとかっていう意味でのその時間っていうのはまあ見るときは結構意識したりは僕するんですけど自分の作品 に関してはあんまり考えたことががなないかなっていかう気がしま,すまあちょっと余談なんですけど最近 AI が話題じゃないですか AI が作る絵画っていうの話題で、まあ、何々風とか、まあ、なんかテーマとか入れるといろいろ作ってくれるっていうのあるんですけども、まあ、なんか僕今のところ楽観的なのは多分 AI の絵画はそんな面白いものにならないだろうと思ってるのは今その三上さんが言ってるような時間的体験は ななないいいのではないかみたいな、まあ、それはだから直感でしかないんですけども迷いなく作られたものとか、まあ、実際にそ,のあのそういう春順の中でそ,のそれこそ映像と絵画の違いとか考えながらその描かれてないものに対しては、まあ、見る時間っていうものは多分、まあ、生じないだろうなと。まあ、見,見た瞬間にね あ面白い画像だなとかそういう意味としてあこれは何々風と何々風と何々が混ざってますねいやそこに何々風も混ざってるんですよっていうそこの面白さはあるかもしれないけどそれ見るという体験とはちょっと別でなんかやっぱりその迷,迷いながら作るっていうところは、まあ、大事なんだなというこのなんか何とも言えない精神論にまとまってしまうがちなんですけどいやでもやっっぱりこう作ってる時の 判断にかける時間だったり、それが作れるようになるまでの時間だったり。っていうのっていうのは、やっぱり。A. I. では、成し得ないものなんだろう。なと思いますよね、やっぱりね、そういう意味で。なんか、そうですよね、この今の話伺ってて。偶然性っていうものに対する反応っていうのが。多分、A. I. で生成された絵画、まあ、少ししか見てないですけど。 なんかそこで面白いことが起こってるといっても記号と記号の組み合わせ方だったりだとかっていうことに今のところそんな感じだなって思って絵の具が跳ねた上から一層のせてそれをまた赤のせてとかそういった反応っていうのはまだ見たことないかもしれないですけどプログラムしたらできるんですかね。 どうなんでしょうね。<laughs> しかしその今赤のせてって言ったんですけど、三上さん、あ、赤が好きなんですか。その赤がポイントになってるっていうこと。あ、多分好きじゃないから、扱ってるかもしれないです。好きじゃないから。え、なん <laughs> <laughs> だろう、感情がこもらないので。その。多分青とか。なんだろう、まだ見やすい色に関しては、心地いい色っていうのを探し。てしまう。 経験があるんですけど、うん、赤って絵でもなければそんなに使わないというか、どうですか？<laughs> 使いまくっている僕めちゃくちゃ使うんですけど。<laughs> <laughs> でもなんか今井さんが丸亀の美術館でこう作業していらっしゃるスライドのような時にすごく絵の色に近いピンク色の、ピンク着てましたね。あのお洋服をめされてってなんか。 なんかすごい不思議な気持ちになってなんかまああの、まあ、そもそも僕最初に絵を描き始めた頃っていうのは結構パステルトーンな絵を描いてたんですね驚きです、ね、グレートーンの、うん、でもまあいろんなところで言ってるんですけど、まあ、ユニクロがすごい蛍光色のフリースを出してた、うん、結構昔ですけど、まあ、ディスプレイで積まれてるのを見て もう色に飲まれるってここうういとほんとニューマンの前に立つみたいなああいう感覚に近かったっていうか、うん、でそれがやっぱ蛍光ピンクとかでああ蛍光ピンク使えるようになりたいなで使ってみるけど全然使えないのでまず身にまとうとうこから始めたんですよ生活の中にその色が常にあればその色になれるんじゃないかなと思って。 それで使えるようにになったんでですけど結果的にでもその流れでいまだにピンク来てるっていうだけなんですけどなるほどでもそれでいうと私も赤い実描き始めてから植物とかをこうスタジオに置いたりとかするようになりましたなるほど、うん、今でも今井さんがちらっと言ったその色が使えるようになるっていうのはどういう感覚なんですか 三上さんんんは聞いてふんふんってふふっわかるる感じがあったりすのかかな,なんか僕みたいな絵で言うで僕の感覚で言うとですけどやっぱ完全になんか有利しちゃうっていうか浮いちゃうなんか定着してないような感じがずっとしてたんですよね使ってみてもなんか浮くなっていうか。うん まあまあ、多分これすごい、ね、<laughs> 感覚的な話なのでいいですす大丈夫ですなんかやっぱそういうそれがなんかピタッと思ったような位置にその色を置けるようになるっていうかそのキャンバスの中のどこっていうよりもそのなんていうか前後っていうかでもその今井さんの場合その一応布っていうその物理的なものとの対応関係はある程度守るわけですよねあるけど、えー、と実際ぐにゃっと波打ってドレープ状のものを 描、まあ、き方でいうと写真を撮ってトリミングして描くんですけどでそこで、えー、っと影っていうものをなくしてみるで色と形だけ残すともう描いてる本自分でもこれが手前なのか奥なのかもう分かんないんですよね、うん、描いてる時って。だから奥にこう行ってるようにも見えるし手前にせり上がってきてるようにも見えるしどっちなんだろうなってのも自分でもは結構分からなくなってる感じですね。うん それをなんかこう図と字を交錯させながらそのないわゆるオプアート的になってないっていうところがすごい面白いし難しそうだなと思っていてどうさっきなんか図を描くために字を書いてるような気持ちになってって言ったんですけど、うん、今の僕ってなんかその感覚がないんですよね。うん、図も字もないっていうかなんか形を集積させてるだけ簡単に言うと。なので うん、めちゃくちゃ理想的な絵画って感じがします今の自分にとってはなんかこれ,、うん、これでもうちょっとやれることがあるのかなっていう感じがしてますけどま図と字っていうのはこう永遠のテーマじゃないですかその紙に一本の線を瞬間引いた瞬間にそれが図になってしまって英語だとフィギュアになって残りの余白が字グラウンドになりますと。 で図と字っていうのはまあ反転しうるんですけどもその必ずそのどっちかが図だとどっちかが字になるっていうそういうその性質をまあ心理学上認知心理学上持ってて変な言い方図と字がその見分けがつかなくなる状態って逆に言うとその心理的にはまずい状況なんですけども。 であの一番有名なのがだからルービンの図とかあのこうツボなのか顔なのかとかあのおばあさんなのか何だっけとかあるじゃないですかあれがその図と字の実験の一番有名なやつですけどもでその図と字がない状態の絵画って一方でその確かにペインターたちはみんな目指していてそれはだからその一本の線を引いた瞬間に図になってしまうっていうそのなんだろう。あの 的的にその宿命的なところから逃れたいとかやっぱその人間の持っているその目の心理認知の心理からあのそれにはとらわれないそのイメージを作りたいって思いを持っていると思うんですでさっきちらっとニューマンの話出ましたけどニューマンの絵だってあの一本の,そのジップのストライプをあれを図だと思っている人はあんまりいないと思うんですよね。そのあのの一本細い線と 広大なその残りの部分がどっちも図でもあり地でもあるそのなんかその一体感みたいなものがやっぱり魅力的だと思うんですけれども三上さんの絵もなんか面白くってその色が集積してあるタイプのやつだとあれが図になって残りが地に見えそうなんですけどあんまり地に見えなくて地っていうよりもなんか。 空っ,ぽな空,間空っぽな空間っていうかもう少し違う意味合いのものに見えるんですよね絵の中の持ってる意味合いじゃなくってもっとなんか違う質のものに見えてるんですがそのあたりってどういう意識で作られてるんですかあるいはそのあの部分ってどうやって描いてるんだろうっていうのが、うん、なんかこうまずは大体の絵にモチーフがあって、まあ、具体的なモチーフだったりこの絵だったら自分でちょっとモチーフを自作しながら それを取材するっていう形でルールちょっと考えつつやるっていうことをしてるんですけどなんかそういったものを見るとき例えばコップ一つ取ってもどこまでがコップなのかっていうのが結構わからないと思っていてこの光が反射しているところまでをコップというのかこう水を入れた状態の水はコップなのかとかそういったことを考えるとえ デッサンをする時にコップに立体感を出すとしたらその光がどこから当たってるのかっていうところまで描かないといけないんじゃないかで最近の関心でいうと銀色銀色とか金色とかを絵で描くにはその光源ってどうしたらいいんだろうなみたいなグレー黄土色じゃなくて銀を描くってどうするんだろうなとかそういったことを考えているとこう余白の設定だとかを なんかある意味光源が一つじゃなかったりとかその分からなさっていうものをどこまで含み込めるかっていう試みをしていてなので絵画としてちょっとギリギリなのかもしれないんですよね。ギギリギリって <laughs> 余白を大きく取りすぎていたりとか、ね、あとはフレ,ーミンフレームの中にフレームが入っているっていう形を取っていたりとか。うん でやっぱり絵画的な構造としてはそのフレームいるかなっていうなんか思うんですよね書いてても、うん、こ,うこういったちょっとフレームが1個ついている絵の中に額が1個入ってしまってるっていうことに関してこうちょっと絵っていうもの絵画っていうよりはもう少しそれこそ定着って 浮遊したイメージの方に近寄ってしまってる。ただ、うんってずっとそういう感じで <laughs> やってますね。これ具体的にはどういう順番で書くんですか、これ？これは、えー、っと、このフレームになってる部分がいわゆる時的に。 考えているものでその内に入っている少しはっきりした部分もいわゆる「字というもので「<え>ずずっと字「地」<laughs> これだけが「図」あなるほどですねで、うん、この「図」を支える構造としての字「字、うん、なのでどちらかが抜けてもそんなに成立はしないとは思うんですけど。 なんか絵画の中に構造を作らないと描けないっていうのはずっとそうで、うん、まあ確かにそのこの内側の四角形が図には見えないですよねなかなかねこの大きな四角に対する図には見えずいつまでもここは字で。 のパート1と G のパート2っていうか G <laughs> と G ダッシュみたいなそういう、まあ、不思議なものにはなっているわけですねでまあそういうものをその成立させるためにかすれとかいろいろ使っているっていうことなんですかね。そうですねなんかあんまりこう解説するとなんかど,うどうなんだろうなと思うんですけどかすれとここのなんだろう こう筆の先でちょんってやったようなものを対応させて図だけの要素を作らないとかまあもちろんここの何だろう明度さサイドさのこととかも引っ掛けながら全部が関係するようには作っていてだからその図と字が乖離しないように一枚の絵になるようにとは思ってるんですけどそういう仕掛けですね全部大体。 れでさん今食いついてたと思うんですけど何かコメントを。<laughs> いやーそういう細かい対応関係をちゃんと仕込んでんだなっていう,ういまず <laughs> おおって思ったのとあとはやっぱり僕絵描いてますけどなんかあんま絵がよくわからない部分もあるっていうか正直。でうん 特に油絵の具の,あのちょっと劇的な感じっていうか絵の具がモリッと乗っちゃうかすれちゃうとか伸び,伸びやすいとか何かああいうものが本当に使えないので使いこなせなかっただからなんかルールさえ決めちゃえば描ける絵ってないのかなと思って今みたいな方法にたどり着いたんですけどだから こういう絵を見るといやそういうもちろん描きながらこう交運関係作ったりこう絵の具を置いたことでまた次の一手が決まってくるじゃないですか絵を描くってでもそれって永遠に続かないのかなっていうのが単純にいろんな絵描きの絵に対して思うんですよね<あ>なんでここでここ,こ,ここをやめるっていうところにしたんだろうとかなんかそういうのはすごい興味あるなと。 んかもうなんか毎日か吐きそうになるくらい悩むところで <laughs> なんか本当あのトークの冒頭に保坂さんに17日来月の17日から個展がありますってこうあの宣伝もさせていただいたんですけど本当に夜も眠れぬ日々というか完成に対しての判断 だとかそれを手放すこと、うん、手放してからどうなんだろうって思い続けることに関しては常にちょっといい、ね、なるほどいいんでですかねこの場で、ね、<laughs> まだ終わってなさそうですま,まあまあ一月ぐらいあるから <laughs> でもねプレスリリースとかいろいろ写真とか撮んなきゃいけないからで今その、まあ、ギャラリーでの展覧会の話が出たわけですけどもで今井さんもこの前展覧会やってみましたと。でちょっと話を 変えてというかそのペインターにとっての展覧会っていうのは一体どういう意味合いを持つのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけれども、まあ、先ほどその今井さんは、えー、一つの絵として改めて一種の作品として展覧会を考えてるって言われましたけども、まあ、展覧会に出すとその作家像のものは例えば買われてしまう可能性もあるわけじゃないですか。っ言っていいんですよね多分。 あの今この隣に上島さんっていう人のコレクションがあるんですけども出品作品の一つが会期中に買われたってことですか、うん、まあ上島さんに買われたとか、まあ、そういうふうに、まあ、結構大きな絵であろうと今個人の方が買うような、まあ、時代でもありますとでなんかそのそれが単純に嬉しいのかとかいやその絵は撮っときたかったみたいなものとか、まあ、よくあるのはまあ画家の中には。 今トヨタに行ってるリヒターの作品でもそのリヒターが手元に残していた作品が展示されてるわけでその絶対残しときたたいい作品とかかあったりすするわけじゃないですかもうなんか逆にいやこれは人の手に渡ってほしいと思うような作品があるのかとかなんかちょっとそこら辺聞いてみたいなと思うんですけど、まあ、まずはこう買ってもらえるっていうことはまあ僕らがね なんんだかんだ絵描くの仕事としてやってる部分もあるのでこれがないとまず生きていけないっていう部分はもちろんありますよね。で買われて嬉しいかどうかっていうのはなんかあんまりよく考えたことがないなっていうのとあとどうしても手元に残したい作品とかってもちろん手元に置いときたかったなっていうのはありますけど僕は基本的に。 そういういものほど手放そうううと思うっていうか手元にあるとこれいいなと思っっちちゃゃて自己模倣しちゃうんですよこうやるとこういう絵が描けるっていうなんかそれが若い頃から学生の頃からまあ当時は別に買ってもらえてたわけじゃないですけどいいなと思った絵ほど裏返しても見えないようにしてたっていうかなんかそういう癖は僕の中にはありますね、うん。 三上さんどうですか,なんか昔は自分の手を離れた方がこうなんだろうよくしてもらえるんじゃないかってちょっとなんかあの絵を描くまでが仕事で保管することに対しての関心がちょっとまだ薄かったんですね昔ってやっぱどんどん描いてそれがどんどん積み上がっていってなのでこうそれを受け取っていただけるっていうのはなんかすごく 絵にとってはすごくいいんじゃないかなって思ってたりとかまあうんそうですねなんか最近に関しては本当にそのなんだろうちょっと考え中のことではあるんですけどすごく共同してほしいというような気がするですかまあ見てくださった方だったり買ってくださった方ともう 巻き込んで画業をを進進めていいくとううよなんかその書く,書くことを追っていて、うん、もちろんそのなんだ先ほどの完成するか否かっていう悩みも抱えながらも一生やっていくっていう中でその中で買われていったりそのまあも,もらっていただいたりなんかいろんな形でいろんな方の手元に行くときにまあその手を離れても。 自分が書いたっていうことがそのままで見た,見た中で気づいたことがあれば次の制作のために聞いてみたかったりだとか<ー>その買っていただけて嬉しいかって質問に関して言えば次の絵が描けるっていうことはすごくありますね。うん、実際にそのコメントをもらうことがあるってことですかありますね。 その自己模倣ではないんですけど今井さんが気をつけていらっしゃるようにそういったそのご覧になった方から頂い,いた言葉っていうのを自分のものにしすぎないようにっていうのはすごく気をつけているところでもあって、うん、なんか絵を描いた当時の認識とそれをうまいこと言ってしまうとか、うん、い,い,いいように見せてしまうってことだけは絶対にしたくないなっていうのがあって。うん 買っていただくこととか制作することの関係性についてはそこだけ気をつけてたりとかしてます、ね、なるほど、まあ、僕が一方でやってるそのアル・ブリュットっていう世界があって、うん、まあアル・ブリュットの作家ってまあその作りたくて作ってるって、まあ、それはプロの作家もそうだとは思うんですけど作りたくて作っててで往々にしてその作品の保存に対しては大きく2つに分かれていて、うん、もう 溜め込んで人に見せないかで没後にあの発見されるか全く興味がなくてあのもう作ったそばからなんかゴミのようになっていくとかだからなんかその作ったものに対してその自分のものだっていう意識がない人もいたりしてまあそこはなんか斬新だなと思うんですけどもそういう感覚って。 あったりしますなんかそのやっぱ自分のある種の労働量をその与えたからにはそれは自分の占有物一種の占有物だと思いたいたのかうん僕は意外と僕の絵って完成がはっきりしてるので塗り終わったら終わりなので、うん、あできたってなるじゃないですかと意外とスッと自分から離れる感じ、うん、もちろん自分が作ったものだと思うしその作品ごとにあこうだったなとかっていう。 思い入れっていうのはもちろんあるんですけどけどなんかある程度自分からこう距離をができるというか撮ろうとしている要は観客が僕のその作品を見るような感覚で本当は自分もその作品を見れたらいいなとはなるほど思いますけどね。それは本当に同じくで やっぱり手は離れてほしいしなるべく見るたちは同じでいたいけれども制作者としての,その責任ももちろん放棄しないっていうところで、うん、ちょっとつながるかは分からないんですけどその同じ作家、例えば私だったりリヒターだったりとか手元に置いといてちょっとすごいなるべ方してください,い。<laughs> 手元に置いといてこう例えば2年間過失した娘の絵とか私も3年以上描いてる線の絵とかあるんですけどそういった単位ではなく例えば随分昔の絵で他人が過失しちゃってることが X 線で分かったとかっていう絵もあるわけじゃないですか、うん、そういったものってすごい面白いなと思っていて。 今のすごく短い10年20年っていうスパンで考えた時の過失って本人の過失であることがを指していることが多いと思うんですけどでも300年後に誰かがこの方がいいんじゃないって過失した時にそれは正しい絵にとって良かったのか悪かったのかっていうのはなんかちょっと興味があって、うん、廃棄っていうことにの、まあ、逆の。 もより良くするっていうことがあるのかなって考えてたり今井さんの絵は多分なんか画質絶対にできない気もするんですけどそうですよね <laughs> まあ若干の補修とかはもちろんタッチアップレベルの小さなものはありますけど例えば1枚描いてるじゃないですかで色塗ってて。 そこになんかもう疲れてる時とか僕カップで絵の具溶いてるんですけどそれこぼしちゃうこととかあるんですよね普通の絵描きだったら多分それ拭き取って上からまた描いていってって作業なんで僕またキャンバスを剥がして貼り直すところから始まるっていうのはありますけどなんかなんかうん過失過失問題ね。 全然時間のタイムスパンが違うと過失っていうのを確かに受け入れてるわけですよねその美術史の研究者はそういうのを受け入れるからそれが短いスパンだったら何で受け入れられないのかなっていうのをもう今ちょっと思ったんですけど、まあ、だからその長いスパンの中では人の趣味も変わるからその新しい時代の趣味に基づいて元の絵をちょっと良くしてあげようみたいな、まあ、そ,うそういうものを許容するまあもうその時にはね作り手なくなってるわけだけれども。 まあちょっと余談なんですけど僕あの小林雅人さんと杉戸博さんの,あのコラボの展なんかやった時に2人がその合作していてで後で見に行ったら「行き詰まってるからこの絵保坂君加筆して」って言われて「<laughs> いやいやいや無理でしょ」ってそうそうあなた方が煮詰まったものをと思ったんだけどまあでもそういうものが欲しくなる瞬間も作家にあるんだなっていうのはちょっと思ったりもしたんですが今あと残り15分ぐらいなんですけど。 お二人の中でも、今日来たからには、これだけは言っときたいぞっていう。<laughs> まあ、そう、なんか、まあ、そういうふうに言うと、言いづらいのかもしれないんですけど。どうですか。コラボの話とか。します。あの、二人の共通点っていうのは、そのペインティングでありながらっていうか、その。コラボとも、結構。あの。協力的というかね。なところで、まあ、僕、一番見てびっくりしたのは、その今井さんがバスケットボールコート。 あれは何ですかデザインしたって言えばいいんですかデザインして自分でも塗りましたけどあ自ら塗ったんですか子供たちと一緒に塗ったんですけどまあこれは、まあ、そもそもアメリカにプロジェクトバックボードっていう団体がいて、うん、要は屋外高等のリノベーションの時にいろんなアーティストたちに絵を描かせるっていうプロジェクトがあってあ,あすげえ面白いなと思ってフォローして見てたんですけどそしたらんかそこの人が日本でなんか、うん やることあったら一緒にやりたいんだけどどうって言われてでまあトンんとん拍子に、まあ同じようなことを日本でやろうとしてた人たちが g o パーキーっていう団体がいたのでそこを紹介されて一緒にやったっていうこれ今もあるんですかありますこれは浜町公園にあって2つ目がえっ、ー、と池上っていう駅 井の頭線の池の上の近くの青少年なんとかセンターみたいなところにもう一個ありますこれを作る時っていうのはその通常のペインティングを作るプロセスとは全然違うっていうことなんですかやっぱ、うん、作り方としては同じなのかもしれないんですけどやっぱり全然感覚は違うしそもそも床じゃないですか。うん まあ僕描くときは寝かせて描きますけど立てることを前提として絵を作っていてでま床に描かれるとどっちが上なのかとかっていうのが全然なくなってしまうとかとかペインティングの上で人バスケしないじゃないですかでもそれをして汚れていくっていうプロセスも含めてなんかすごい面白いなと思って。 なんでペインティングの上だとそれやられると絶対無理と思うのにこれだと平気なのかなとかっていうのはちょっと考えたりはしてるんですけどまだなんかいまいち自分の中ではつかみきれてないですけどけどやっぱりこう「あなたの絵をここに描いたらいいと思うんだよね」って言われるってなんかちょっと面白かったっていうか。 僕一人でバスケットコート描こうってまず思わないと思うんですよね <laughs>。けどそういう人がいてやりましょうよって言われるとなんかそこをなんか軽々飛び越えられる気がするっていう。でそういう感覚をまた自分のまあ制作の方にこう直接的にはなかなか難しいかもしれないですけど自分の中にそういうものを持った上でもう一度絵画を描くっていう。 ことをやれていけたら多分まだまだ退屈しないんじゃないのかなっていう気はしてますね。映画のメインビジュアルに使っていただいたりだとかあとはそうですねあのお洋服にしていただいたりっていうことがあったんですけど。 あのすみませんちょっとイメージ出なくて、<laughs> <だ>パスワードが必要みたいな。<laughs> <で>すみ <laughs> ませんありがとうございます。映画は何の映画ですか？映画はあのミュージシャンの方が撮っていらっしゃるショートムービーで、まあちょっと内容がこう人間関係というか恋愛もののようなところで、あのというふうにお話を伺った時に、もう本当にちょっとあのハテナが浮かんだんですけど、なんか。 多分完全に NG だったら断ると思うんですね、うん、あのないないっていう風にただ何か可能性というかやってみてその違和感があればそれは受け入れていこうっていう風にちょっとあのすごく緊張しながら受けた話だったりとかお洋服の時もこれが服になることっていうのは絵にトってどうだったんだろうかとか。 そういったことを考えたりあそれこれも揺らぎの絵だったので布になることとかこれは同じ絵がたまたま洋服とたまたまそ,うそうなんです一年越しに使われて、ま、全くプロジェクターとして関係ない <laughs> 関係ないですなのでこっちの方でもこうスタッフ T シャツにしていただいたりとかしてなんかすごく布,布にプリントされる機会の多い絵になっていってるんですけど <laughs> <laughs> ただ 1一つ得たものとしては元のものがあるっていうことがすごく自分にとって大事でやっぱりそれがコピーじゃない形で作られる例えばこれは映像作品のキービジュアルっていう形でっ使っていただいてたりとかその絵のコピーっていう形ではなくてコピーそのいなん複製っていう形ではなくてお洋服に関してもものすごく私以上に色にこだわってくださったんですね担当の方が。 ここの青がどうしても出ないんですみたいなことだとか、うん、一層乗りがけしたらもう少し黄色が出るんですみたいなことをすごくおっしゃっていただいてっていうところでもうこれは複製ではないから任せようって手を離れたところがあってなのでこう元の絵がうんちょっと比重が高いっていうわけではなくてすごく立場としていい分なのかなって思ったので受けたっていうところはあって。 あとはでも本当に今井さんのお話聞いててすごくうなずく部分というかすごく言語化できてなかった部分をなんか聞けてうん今井さんのどこですか今 <laughs> なんかその汚れがついていくこととかうーんなんかキャンバスよりも面白い差が生まれてたりするわけじゃないですかそのキャンバスは布で地面コンクリートとかに描くとかって。 まず素材が違うから全然ね違うし色の制限もあるしとかもちろんあるんですけどでもう僕の中でまあたまたまあれはバスケットのコートだったけどとか洋服だったけどってなるけど例えばねこういうふうにキービジュアルに使われる T シャツになるとか例えばアーティストの絵が。 レコードのジャケットにななったりすするじゃないですか、うん、あれと何ら僕の中で変わらない感じがするっていうかそれがたまたまスケールがでかかっただけっていうなんかそういう感じですねまあこれはだいぶ前にカルバンクラインから出てた洋服なんですけど、まあ、これはもう柄だけを提供して「僕柄作るから」ってでリピート柄でどんな大きさでどこでトリミングしてもいいよっていう契約を交わして。 で、向こうがこういうものを出してきたっていう一応チェックはするんですか一応見ましたけどもういいんじゃないですかっていう <laughs> 感じでしたねこれはなるほどまあまあこれはパジャマだったりとかはいでもその最後にその戻るとまあこの今映像とか洋服はやっぱりその見る対象ではないじゃないですか まあ何の対象なのかちょっと今何て言えばか分からないんだけども2人にとってその見るメディアとしての絵画ってまあこういうものを経た体験を経た上で何か変化があったのかなとかも思うんですけどもまとめに変えて一言ずつあの全然僕の質問に答えてなくても構いません。でもああいう 洋服にしてみるとかっていうことをさすがにちょっと自分で着るのなんだなと思ってあんま着てないんですけどちょっと気持ち悪いじゃないですかそうあいつそんな自分のこと好きなのかなみたいな確かになんですけど人が着てるのを見た時はなんかちょっと変な感じはして絵でもないけどでも絵の中で起きていること まあ絵の中で僕がやっていることのまあ元になっているようなものがそこをうろうろしているっていうのはすごい不思議でもともとその服を見てからね始まった絵,<う>絵だからっことで。でこ<う>スカートを見て絵になってそれがまた洋服になってでそこでなんか変な感じがするなって思ったのがその気持ちを持って次に描いた絵とかってやっぱりちょっと変な。 感じになってたりとかっていうのは実際あったので、なんかそういうことはどんどんやれたらいいのかなっていう。それをね外にこう発表していくのかどうかというのは別としても、自分の中でそういうことをあんまり足かせっていうかこうストップかけないストッパーかけないでいろいろやっていかないといけないのかなとは思います。そうですね。絵画を見る。 でさっきおっおししゃててたことに関して例えばどこまでが画家の仕事なのかとかどこまでが絵なのかその先床に置くと天地が分からなくなるっていうことは壁が必要でその壁に対してどう考えているかっていうことと例えばコラボレーションした先のものっていうものっていうのは少しくくって考えるとなんか境界が緩まる感じがするんですよね。でもちろん相手に 恋に誤解を与えるようなな軽率なこと例えばこれとこれ合わせたら面白いよね意味は全然違うけどっていうことは分かる範囲では絶対にやりたくないけれどもその範囲じゃないもの何かつながりを感じるものに関してはどんどん人を巻き込みたい <laughs> っていうふうに感じます。はい、ということで皆さんこの2人はどんどん人と関わっていきたいと言ってますね。<laughs> あのぜひいろんなオファーをしていただけたらと思いますあの作品自体も本当に魅力的で、えっと、お二人とも今作品がある僕僕ないんです僕ないいんんでですすか、はい、今井さん残念ながらないんですが三上さんは菊武さんのところで展示されていて、はい、今井さんの作品を見たいぞってなったらどうしたらいいんでしょうか萩原プロジェクトって、まあ、今回出展してますけどのギャラリーに問い合わせていただくか行ってもいいですよね。あの 4月からオペラシティで<お>あで丸亀の展示が巡回という形で素晴らしいありますのでい、はい、そちらで見ていただけたらと思います、はい、という機会もありますのであのぜひあのいらしていただければと思いますあの本当に今日は僕もあの今までわからなかった2人の,その絵画に対する制作の考え方とか、まあ、絵画の本質改めてあの映像との絡みとか汚れてもいいとかなんかそういう話含めて あの非常に示唆的な時間を頂戴してあのまあ大変に嬉しかったです。ということでお二人に盛大な拍手よろしくお願いいたします。今日はどううもありがとうございました